どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。世界のコースなんか久しぶりな感じがしますね。やっていきましょう。ハリゲー超銀河団ハリ。いや、ハリ好きすぎでしょ。いや、ほんとにハリ好きだな。ハリでさ、文字のハリ書いちゃってるし。だからさ、こうやってギリギリで、はいはい、これは簡単だね。これどうすんだ？ジャンプで降りるときに。はいはいはい。上難しくない？あ、待て。いや、マジか。あと、左とかも難しそう。ちょっとこれ、こういうので大体難しいのがやった方がいいから。え？待って、届かなくない？あ、うまい！待てよ。で、上だね、左上。うわー、ここ難しい、ほんと。あと2枚。これ地味ムズなんだよな、ほんとに。地味に難しい。やること簡単だし、オッケー。あと1枚。やること簡単だし、もうすごい分かりやすいんだけど、地味に難しい。これ一番苦手。もう、今のはないわ。これ上からやっぱ取らなきゃいけないのかな。よっしゃー、オッケー。もらったぞ。入ればいいだけだよね。しゃー、もう本当に、地味むずー。コース自体も地味だしね。なんかクリアの仕方も地味だし。でも好き。ミニゲーム、こっちに来てネッチー。え、なにネッチーって、ネッチネッチしてるやつ？え、こいつのことネッチーって呼んでんの？まあ、確かにネッチネッチしてそうだもんな、性格も。え、これなにこれ倒せばいいのか？倒したら鍵出てくるのかな？あーネッチーのこと倒すんだ。まあ、行きましょう。ネッチを倒しまくるゲーか。はいはいはい。これは？あー、なるほど。ブロックがあることにこっち来ると。面白い、これ。そういうことか、こっちに来てって。いいね、このコース。こういうコースをずっとやりたかった。これは、ここと、ここにあるというわけね。どっちかが持ってると。よし、お前か。ありがとう、ネッチ。ネチネチした性格のやつは、嫌われるってことですね。よし。よし。あ、違った。え？関係ないよね。とりあえず上で叩けってことだよね。あー、ここにはあると。もうコインで、ヒントくれないんですね。オッケー。でもいける。さあ次は？なんだ？中間とりあえず取りましょうか。よし。で、え？スターかドクロか？そんなん、スターに決まってるよね。え？あ、スター出た。どういうこと？あ、戻れない左。え？なにこれ？あ、右に行くんだ。なに？なにこれ？あ、ゴールだ。ネッチーと共にゴール。なんだったんだろう、最後。イエーイ。なんかお城の形きめえな。形ってか色合い。どうしたそれ。完全に病気でしょ。パックンとピースイッチ。時間がない。おお。荒ぶってる。これは、なんだ、持っちゃった。多分押したらそこに扉が出るから、そのまま入るんだろうな。パックンってあんななんか、胴上げしたいタイプなんだ。うわおい、どこ飛んでくの？俺のマリオ。ちょっと待って。予想外すぎるな、これ。え？入ったー！よっしゃー！面白い、今の。読めない。うん、わっしょいかな？なんで怒ってんだろう。わあ。うわあ。何この形。かりんとうみたい。いやあ。ちょっと待って、これほんと難しいやつじゃない？待って。あ、おわあわ、いけるかも。今の感じだよね、だから。で、もうちょっと今ビビっちゃったから。うわあ、惜しい！あとちょっとだ。あと2マス。いけるわ。ピッ！届けよ、俺の願い。ちょっと待って、だから助走もっとつけたらいいんだ。あー、来た！結構ね、見た目よりは簡単、このコース。雲はいつか消えるもの。後ろの部分読んでなかった。消えない雲を消しましょう。なんだこれ。ちょっと待って。ここに雲あるけど、え、消せないよね。ちょっと、めっちゃ増えてきたんですけど。え、これ爆発させることもできないし。多分当たったらダメだもんね。どうしたらいいんだこれ。踏めないもんね。あ、分かった。ここで立ってれば、やっぱそういうことが出てきた時に、
で、爆発で巻き込まれる。おい、お前ら、お前ら無能すぎるだろ。分かったかも。待てよ、分かった分かった。スピンジャンプだ。待てよ、ここでスピンジャンプしとけば、ちょっと待てよ、うまい具合に、あーちょうど合ってない。よしよし、そういうことか。やっぱこういうことの繰り返しだ。よっしゃ、いいぞいいぞ。ダブルコンボ、オッケー、イエース。楽しい、このコース。なるほどな、最初意味わかんなかったけど、さすが名探偵のポッキーさん、いとも簡単にクリアしますね。これはメモしておかないと。無限連結高ライド、こう、いや、早い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 、ちょっとスクロールの速さにビビってる。嫌な感する。なんだこれ、なんだこれ。おっとおっとおっと、え、爆発するでしょ。あー来た、これに乗れってことか。ちょっとこれキノコだけもらって、あ、なにこれ、あ、ここで耐えろってこと。逆発想すぎる。そういうことか、なんか乗っていくのかと思った。やーべ、もう食らっちゃった、ダメージ。あ、でもキノコ来てくれた、優しい。この人優しいぞ。楽しい、これなんか。当たんない当たんない。お前は、おーい、乗っちゃった。おい、出た瞬間に潰していく。お前絶対苦手。俺、アップでハンマーブロス無理。いや、これ純粋な疑問なんだけど、どうやってあんなさ、ポン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 出してんの。やーべえ、ダメージ食らっちゃった。でもキノコがあるから大丈夫。あれすごいよね、あんな甲羅一気に出せるんだ。へー、待て待て、危ない危ない危ない、飛ばないこと。はい、すぐにあいつはどこへから。で、ハンマーブロスは倒す、よっしゃ。で、前に行き過ぎないこと、ジャンプすること。なんだ、花ちゃんが、よし、オッケー、いいぞいいぞ。待て待て待て、あーくそ、うまい。ハンマーブロス、こういう時大活躍するよな、本当に。やべ、自分が今どこにいるのかわからない現象。あはんじゃねえよ。いやー、怖い怖い怖い。よく生きてんな。中間も流れてきませんか。何ピンポンって、正解なのかな。あ、入れた入れた。なになに、まだまだ花火が上がってる、すごい綺麗。うわー、夏だねー、花火見に行きたいな、浴衣とか着て。また夢の夢の、また夢の夢の話ですね。中間ここで、ちょっと、ええー、マジか、まだあんのか。さっきので結構難しかったんだけど、俺的に。うわ、ちょっと待って、あれが来るんだ、ハリゾーンが。これどうやってやってんの、てかすごいよね、天才でしょ絶対作った人。でも落ち着いていこう。で、下ばっかりあんま気を取られてちゃダメなんだよね、絶対こういうのって。でもキノコ結構多め、キノコ多め、ありがたいわ。キノコのパスタとか好き。え、ちょっとキノコのパスタ褒めた瞬間に、あぶね、あー分かんない、もうどこへ行けばいいのか分からない、自分の未来も分かんない、明日何をしてるか分かんない。でもこの使い捨てされたさ、甲羅のヘルメットは一体どこへ行くのか、ちゃんと再利用されてるのか気になりますよね。僕はそのことが気になってこのゲームに集中できない。うん、正直言って本当にそのことだけが僕の頭の中をずっとぐるぐると回っております、正直。待てよ、キノコ取るよ。バー、お前、お前の顔もう見たくない。いや、無理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 、よし生きてるね。え、キノコそろそろ、なんかね、ジャンプがね、これずれるんだね。喋り方おかしくね。なんじゃそれ、なんじゃそれ、びっくりした。え、ゴール出てきた。あのカメックがゴール消してたんだ。イエース、びっくりした、最後の絶望感。みんなどれくらいヤバいかっていうのを説明すると、言葉で表現できない。心がぴょんぴょんワールド1やっていきましょう。あー、ぴょんぴょんできるコースですね、これは。よし、おっと、どん底。あのね、たまにね、ふざけてやってるんですかとかね。真顔で、ポッキーさんってプレイふざけてやってるんですかとか言われたり、わざと死んでるんですかって言われるんですけど、そんなことしてないんでね、ほんとに。僕下手なんです、ゲームが。ただ単に、よっしゃ、ほんとに。
それだけ、ただそれだけ。わざとね、死ぬやつなんてね、この世にいないんで。これはなんだ、右ジャンプか、信じるよ。えっ、ショーパラッサッペ、僕はいつでも全力です。よっしゃー。で、パウ、これパウ、あ、まだこれ叩けなくない、パウ。ちょ、どうしたらいいんだろう。これ持てないからね、パウ、この初代だと。まあ、とりあえず上に上がるか。よいしょ。やべえ、間違えた。まあいいや、復活するでしょ、パイナップルブロックは。よし、で、上で、あー、これで叩くんだ。おお、すげえ、一気に倒せるんだ、下からやると。いや、面白かった、このコース。ぴょんぴょんしましたね、心が。階段への段階、え、どういうこと。完成には運も必要。はい、なんだこのステージ。あ、え、待って待って、運なかったパターンじゃね、これもしかして。おいおい、いや、運なかったんでしょ、これ多分。なんか上でカチャカチャ鳴ってるね、でも。はなちゃん、おーい、なんかして。え、なにこれ、やり直したらクリアできたりすんのかな。え、そんなことある。もう一回やり直すか。僕は運がなかったと。いや、運ないぞ、また。あれ、そういうことじゃないのかな。何回かやってたら完成してたりしないね。え、降ってきた、どうすん。待て待て待て、くるりんしたらどうすん、降ってきたぞ。はなちゃんが犠牲になりました、皆さん。何の罪もない、今のところ何もやらかしてない。はなちゃんが死にました、僕のせいで。俺も死にました。ちょ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 、分かった、今ので若干バネが動いたわ。2回やるんだこれ。でも気をつけなきゃいけないのが、あの、ドッスンが俺を倒しに来る、全力で。ちょっと待って、あ、これ難しい。あぶね、おお、すごい。階段出来上がった。ちょっと落ち着け。あー、これなんでバネで階段を作ろうと思ったんだ、本当に。いろんなブロックがある中で危ないって。で、これ乗んのかな、ジャンプ届くかな、これ右に。ドッスン乗んのかな、どっちだと思う、みんな。いや、届くな。まあまあ、パパ、おじいちゃん。これ多分ドッスンの上に乗るの不可能だよね。右飛びかな。いや、さっきそれで死んだけど。よっしゃ、届いたー。階段を作るのは新しすぎる、いいコースでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してね。で、ポッキーでした。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。